ロザ銀河団は、約6500万光年の距離にある、1億光年以内では、乙女座銀河団に次いで2番目に、空間密度が高い銀河団である。この銀河団は、基本的には、ロザの領域内にあり、おそらく金棒のエリダヌスザ銀河群はこの銀河団に、従属している。銀河団としては小規模であるが、ロザ銀河団は、このような銀河団の進化についての価値ある情報源で、 ある。それは、サブグループがメイングループに吸収される際の現象を見せてくれ、銀河スケールの上位構造についての手がかりを与えてくれる。銀河団の中心には、NGC1399 があり、他に、主な構成メンバーとして、NGC1427A と NGC1404 がある。ABC、NASA。 iPac Extra Galactic Database.Results for f o r n a x Cluster.2006 年10月8日。閲覧。a b c d a l i s t o f n e a r b y g a l a x y g r o u p s d, a t l n s o f t h e u n i v e r s e c o m 超銀河座標による1億光年以内の銀河団のマップと座標一覧がある。 ハッブル・ヘリテッジ・プロジェクト。トワーフ・イレギュラーズギャラクシー・クラスターズ。2006年12月7日、閲覧。チャンドラ・エックス・レイ・オブザーブ・トリー。フォルナックス・クラスター、モーションズ・オブ・ニアバイ・ギャラクシー・クラスター・リビール・プレゼンス、オブ・ヒドゥン・スーパー・ストラクチャー。2006年12月7日、閲覧。ザ・ホールド・グロブラー・クラスター・システム・オブ・ザ・ダー。 ギャラクシー NGC 1 4 2 7エインザ、フォルナックスクラスター SAO NASA アストロフィジックスデータシステムありがとうございます